第一コフ古ュー間講師は、第一汽車参加の自動車メーカーで、第一汽車とトヨタ自動車の合弁事業開始以降は、トヨタ製の車両を自社ブランドで販売している。乗用車のほかエンジンやトランスミッションも製造しており、ロシア、イラン、シリア、アルジェリア、エクアドルに自動車を輸出している。前身は、天津守備型汽車で、1984年に、 大発工業と提携。1997年に、天津記者祭古墳有限講師に解消。1999年、新鮮証券取引所に上場。夏りは、提携先である大発の当時の生産者、シャレードから取られた。2002年6月14日には、第一記者集団の子会社になり、社名を、 天津一気な釣り技者古風入限講師に変更した。ダイハツとの関係は次第に疎遠になり、第一記者グループ自体も2010年にはダイハツとの部品供給関係を終了したが、2014年に一転、ダイハツから自動変速機の供給を受けることが打ち出された。ダイハツ、中国、第一記者参加の天津な釣りに部品供給へ。ロイター。 h t t p ロイタ t e r c o m アーティクルトップニュースエジップ文 0EJ03Z 2014608 2014年 2014, 6月8日閲覧ありがとうございます